今回のエクササイズは簡単でメリットがたくさんあります。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの10回でしっかり聞くロールバックワードというのを紹介します。この最大のメリットはですね、背面全体に効きます。背中、お尻など、日常的に弱ってる筋肉を鍛えることができます。そしてストレッチをたくさんできます。たったの10回で鍛えることとストレッチ両方できます。まずメリットから紹介していきます。まず背筋に効きます。大臀筋、ハムストリングを効かすことができます。そして肩、二の腕、腹筋、前もも、すね、5箇所同時にストレッチを行えます。ですので3箇所も鍛えれて5箇所も伸ばせれる、めちゃめちゃこのロールバックワードは簡単で効率の良いエクササイズになります。そしてデメリットなんですけども、動き方がちょっとコツがいります。ですが説明を聞いてもらうと必ずできます。そして腰を反らしますので、もし腰の硬い方はですね、ちょっと腰が痛くなったりすることもあるかもしれません。あと背中が硬い人は上体を反らすことが難しいので、もしかするとこのエクササイズができない人もいるかもしれません。あと注意点なんですけども、男性で大きい方はもしかしたら痛いかもしれません。気をつけてください。ではやり方を説明します。はい、まずですね、やり方のポイントとしては、足を曲げて、まず、ももの裏とお尻を上に上げる感じで、こういう動きをします。で、上半身は、こういう動きをします。これを連動さすことによって、しっかりストレッチができます。まずですね、足の甲を両手で持ちます。この時点で、足の甲を少し手前にひねることで、すねが伸ばされます。で、膝を曲げることによってハムストリングのストレッチが入ります。これで体をこういう感じで、足上っていう感じでゆりかごのように揺れます。その時に体を上げるっていうことで背中全体を効かせます。足を持って揺れることによって二の腕、肩、お腹、そこもストレッチされます。これを一緒に10回行っていきましょう。コツとしては、両方を持ち上げたまま揺らすんではなくって、足上っていう感じで体を揺らしていきます。では10回一緒にやっていきましょう。ではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ダーあー、痛かったー、めちゃめちゃ痛かったっすわ。擦れる。はい、皆さんお疲れ様でした。どうでしたか、皆さん聞きましたか。この聞いた感じよりも、もしかしたらストレッチの方がね、大きく感じてるかもしれません。ですが、しっかり背中、大臀筋、ハムストリング使うことできてますから、もし10回でね、効かなかったよって方は20回、30回、もしくは30秒、1分とか、そういった感じでやってもらえたらと思います。まあ、徐々にね、体が少しぐるぐる回ったりする方もいると思うんですけども、まあ、そういった方はね、まあ、うまく上手にやっていけば体が同じ位置で動くようにできますんで、頑張ってもらえたらと思います。おさらいなんですけども、最大のメリットとしては、背中全体、体の後ろ半分全体に効かすことができます。そしてエクササイズをしながらストレッチが可能です。注意点としては、大きい方はちょっと痛いかもしれません。勉強になった方、頑張った方、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いします。 SNS されてる方はシェアもよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。